ノリでニキビを取る？それは夢の中の話。エリーは人気の女子。嘘、ニキビ？どうしよう。そうだ、この可愛いシールを貼れば誰にも気づかれないわ。エリーって変わってる。そう？可愛いじゃない。ミッシェルはニキビとの戦いにまた負けました。このペイントで隠そうと思ったのに。ニキビ隠れてないじゃない。もちろん。じゃあまたね。うわあ、いつからニキビできてたの？どうしよう。とにかく隠すしかないわね。紙袋を使いましょう。目の穴を開けて。聞かないでって書く。今回は私の勝ちね。バスケの試合が始まりました。ミシェル、僕より熱心なバスケファンになったんだね。そのチームロゴクールだよ。そうでしょう。でも本当は大きなニキビを隠すためだけなんです。好きなチームのフェイスペイントの方がニキビよりいいでしょう。アマンダもニキビを隠す方法を考えています。ラインストーンはどうかな。いいじゃない、おしゃれ。全部つけてみようかな。すごい、たまらなくなっちゃったんですね。あー、怖い夢だった。あれ、ニキビどうしよう。そうだ、紙で隠せばジャスティンも気づかないかな。怖い映画。ジャスティンの瞳は汗でびっしょりです。ジャスティン来たよ。驚きすぎじゃない？最後は口紅。あれ、ニキビ？なかなかの挑戦者ね。どっちが勝つかしら。はい、そっちの番。ミシェルはよーく考えます。私の番ね。ミシェルは絶対に勝つつもりでしたが、相手の方が上手でした。ニキビに丸罰ゲーム、負けちゃった。アマンダはハイライトでニキビを隠しています。もうちょっと足そうかな。もうちょっと。おでこのニキビももっとハイライトをつけて。これでよし。アマンダ、準備できた？ What? あー、目が見えない。美しすぎて見えません。ついにデータだ。準備万端。あれ、ニキビ。ジャスティン、すべては君の手にかかってるんだ。ニキビはダサいけど傷跡なら大丈夫。あ、遅刻だ。ジャスティンはきっと待ってるはず。この格好大丈夫？うわぁ、こんな目立つところにできるの？アイブロウペンシルしか持ってないのに。
ジャスティン、どうしたの？いや、暗殺者に狙われてね。ところでその顔どうしたの？これ、流行りのメイク。ミシェルは天文学や宇宙が好きです。宇宙って完璧なの。私の顔もそうだったらいいのに。あれ、星座が見えるわ。こうやってつなげて。ほーら、北斗七星ができた。やったー。仕事どう？あ、大きなニキビができてるよ。そんなこと直接言うのは失礼ですよ。アマンダは仕返しを考え始めます。ジャスティン、ここを押してみて。早く。No. やだよ。面白いから押してみて。うわぁ、全然面白くないよ。エリーは TikTok を見ています。セルフィー撮ろう。あ、ニキビ。ニキビを隠すライフハックを見つけなくちゃ。これは私には効かないみたい。ちゃんとやり方に従わないとね。まずセルフィーを撮って、フォトショップで加工する。やったー、なくなった。でも写真の中だけね。鏡の中はそのままだわ。繊細な芸術肌のミシェルにもニキビができます。でも彼女はアートの方法で解決です。私は絵で隠すわ。小さな雲でニキビを隠すの。足も描いて。それに雲の巣も必要ね。それから帽子をかぶって。いつでも仮装大会ね。デザートを探す怪しい人がいますね。キャー、誰か。ミシェル、僕だよ。なんだ、どうしたのその顔。それかぶってた方がいいわね。あ、これありがとう。またニキビ、どうしよう。このブラシの色綺麗ね。試してみようかな。レインボーチーク。デビッド・ボウイよりかっこいいんじゃない。あー、爽やかな朝。僕のニキビちゃんはどうかな。測ってみよう。おー、成長してるぞ。よしよし、いい子だ。出てきちゃったら育てよう。アマンダは大きなニキビと一緒にリラックス中。でも突然友達がやってきます。ダメ、見ないで。ニキビがひどいの。アマンダ、どうしたの？バンダイドを貼ろう。これでニキビを隠して。もう一枚。赤十字は薬のマーク。白衣も着たら完璧ね。アマンダ、大丈夫？ええ、医療処置が必要なら言ってね。
いかがでしたか？試してみたいものをコメントで教えてくださいね。チャンネル登録といいねボタンをお願いします。ベルをクリックしてウーフーの新着面白ビデオをお見逃しなく。